はい、ということでね、皆さんこんにちは、ヒエゾノオシマです。今日はね、多治見市にありますお家をちょっと紹介したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。天気良くなったね。めちゃくちゃいいですね。昨日すごかったもんね、はい、花粉症は花粉症俺ね、治っちゃったのよ。へぇ、2年ぐらい前から治るんですね。あのね、年食うとアレルギーがでんくらっちゃうねって。今年で何歳？ちょっとそれもちょっとはい、今日は敷地面積ね。はい、敷地面積80坪広い。80坪なんだけど、のり面になってるの。平らなところがここからずっと行ってピュッとのり面になって、はい、そののり面の下まで80坪あるんだけど、結構ね、ここの高低差がすごい高いの。なるほど。なので実際の平らな部分っていうのは多分65坪、うん、いやそれでも広いですね。まあ、でもね、この辺だとね普通なのよ、65坪って。あ、そうなんですか。そうそう、分譲地でもだいたい60から65坪ぐらいかな。なので80坪っていうとまあまあ広いと、うん、ただそののりのとこが使えないから、まあ、使える面積としてはそんだけないよっていう感じの敷地になります。見晴らしいで、延べ床、延べ床面積31坪、1点ちょめちょめ、うん、はい、正確にちょっと覚えてないです。ぱっと見2階建てに見えますけど、あのほぼ平屋って家って言われたんで、ほぼ平屋なんですほぼ平屋。そう、まああの中入ってもらうと分かるけど、はい、2階にはこうちょっとしたあるスペースが1個あるだけで、居室は1個もないの、ね、あ、そうなんですね。そう、トイレもないし、まあ、ちっちゃい手洗いとかも何もない、うんうんうん、本当にまあオープンなちょっとしたスペースがあるっていう感じになります。何人で住まわれる、これ。ここはね、あのご夫婦お二人です。30代のご夫婦だね。なるほど、ね、青空にこの青い外観がめちゃくちゃ入るなと思って。そうね、ここね、なんでねこの色かっていうとね、中もね、まあ、入ってもらうとちょこちょこ使ったんですけど、旦那さんがね打ち合わせに来るたんびにもう何かしらネイビー、靴、シャツ、めちゃめちゃおしゃれなね、笑顔の素敵な旦那さんと奥さんお住まいになられるお家になります。で、まあ、塗り壁とガルバですね。まあ、ガルバに関しては鉢山でグレーですけど、まあ、艶消しのグレー、かっこいいですね。四角が2つ合わさってる感じ、めちゃくちゃスタイリッシュ、ね、はい、スタイリッシュ言えなかったですねスタイリッシュ、合ってますか、はい、合ってます、はい、よかったです。では中へ、はい、はい、お願いします。あ、ここはまた色味が違うんですね。そうなんですよね、かっこいい。そうそう、ここね、あのいつも通りこう玄関のところレッドシダーって言ってベースギってやつですね。道路の方から見ると実際はこう見えないような感覚になってるんですけど、そう、まあ、建物に近づいてもらえると、あ、見て貼ったのなっていうような感覚ですね。これもね、普通にこう縦に貼ったるだけに見えるんですけど、はい、まあ、台風がねこう吹いたりするとこう水がこう流れるよね、はい、そういう時にどうしてもこう普通にこう切ったものがこうピタッとこうついてると、うん、ここから水が染みていっちゃう可能性があるんですよね。でこれどうやって貼ってるかっていうと、全部こうやって重ねてるんですよ。え、そうなんですか。そう、分かりにくいけどね。全然分からないですね。こう横から見てもらうとこう斜めになってるの分かるかな。45度で、あ、本当だ。そう、若干こうかぶせて、そうです、そうです。なのでこう水がもしかかってこう垂れても中には入らないように、すごい、常にこうかぶせて、でもまあ正面はこうまっすぐね、平らに貼れてる。めちゃくちゃ、はい、まあ、そういう施工にもこだわってます。すごいですね、はい、細かいところまで。では中へ、はい、はい、お願いします。どうぞ、お願いします。玄関入ってもらって、はい、左側にねシューズクローゼットがあります。まあ 1.5 畳かな、広いですね。あ、まあ、でもね、見てもらうとかなりね置けると思います。まあ、あとはまあハンガーパイプもついてるんで、うん、まあ、いつもご説明するけど、お子さんのカッパとかね、あ、まあ、雨に濡れても下土間なんで。なるほど、はい。で、カウンター、これね、はい、お客様のご要望で靴をこう、将来ね、誰でもこうジジイになるんでね、なるほど、靴履いたりとか。あ、ちょうどいい高さですね。そう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 、ちょうどいいね、高さ、うん、子供さんにとってはちょっとあれだけど、まあ、大人が使う分にはすごくいい高さ。あとはこう、ディスプレイもできるし、いいですね、うん、持って帰ってきたものとかもちょっと置くのにも便利ですね。そうそう、この間ね、お客さんを見えた時に、買い物してきた時にちょっとこう荷物置いて車行ったり来たりとかっていう時にすごく便利で、こういうの羨ましいとか言ってました。で、まあ、アクセントのね、はい、はい、ちょっと玄関に、まあ、これ壁紙ですけど、はい、はい、廊下にまず収納がね、はい、そう、もういろいろ行ってこっか。じゃあ、はい、角棚であります。もう便利ですね、うん、なんでまあここは何だろう、もう本当に何入れる、
何でも入るけどね、はい、うん、もう好きなもん入れてくださいっていう感じで、はい、で玄関入ってすぐ手洗いが、いやすごい気になりますそれ、かわいいよねフォルムがね、めちゃくちゃおしゃれ、いつものこの入蔵さんのイメージとはちょっと違うテイストな感じなんですよ、そう水性もねちょっと違ってて、奥さんの方から、まあ、ご要望があって、まあ、どうしてもこれ使いたい、ああそうなんですね、で鏡もこれちょっと見てもらうとこうちょっとね、なんていうかな、こうちゃんとした形じゃないっていうかね、うんうんうん、ウォールテックスもねこれね確かに、ね、ラベンダーって言っとったんやないかな、すごい、そう今回初ですこれ、そんな色があるんですね、実際50色以上あって、あそうなんですか、そう好きなやつ選べるんですけど、で、まあ、床はね、まあ、水がどうしても落ちる場所なんで、うんうん、水に強いっていうことでフロアだよ、はい、ここだけちょっと異空間になってて、そうですね、気分が上がりますね、うん、スペースもね確保してるんでね、あいいですねそれ、うん、物が置けるようにねちょっとしたね、うんうんうん、まあ、女性の方なんかね、まあ、椅子今ディスプレイで置いてますけど、はい、ちょっと化粧とか、うん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 、やるにはすごくいいかもしれない、そうですね、はい、でそのまま隣、はい、もうトイレです、あ、はい、あすごいここもちょっと壁紙もおしゃれな色味です ね、 そうそうちょっとね、うん、ピンクっぽいグレーみたいな、なんかニューに見えるんですよ、ね、ちょっとグレーではないね、ちょっとなんか混ざってるようなね、すっごいおしゃれですね、うん、で今回はね、はい、あのいつも黒なんだけど今回白がこうやって入ってるんですよ、あそうなんですね、これもねちゃんとこう金属とかアルミのもので、いつも黒なんですけどね、そうですね、いつものなんかかっこいいクールなイメージよりちょっと爽やかな、そうそうそう、ちょっとね本当やっぱお客さんのそのなんていうかな人柄が出てるっていう感じなんだけど、うんうん、あの結構個性もあって、はい、でもなんか本当に楽しく打ち合わせしてもらってね、うんうんうん、そのこうしたいああしたいこれ使いたいけど使えますかとかもうどんどん言ってくれるので、はい、まあ、僕らも楽しく、ね、打ち合わせができましたけど、うんうん、まあ、逆に言ってもらった方がちょっと変わったお家になるんで ね、 あそうですね、どんどん逆に意見言っていただきたい、もうインスタとかねピンタレスト見てこんなの使いたいんですとかね、どうなったら嬉しいです、それが実現できるっていうのが夢があっていいです ね、はい、ですね、でこうトイレなんですけどちょっとガラス入ってるんですよ、結構ね珍しいっていうか、うあのガラスがないの多いんですけど、うん、まあ照明がついてるのがね分かる、まあただ中がちゃんと見えないようになってますけど、うん、はい、はい、そちらはこっちがね脱衣室、あここも明るいですね、そうね、うん、窓がねついてるんでね、こっち東になるんですけど、はい、まあ、今午前中なんでね日は入って明るいですね、明るい感じますね、ちょっと床がねあのラグジュアリーな感じがおしゃれですね、はい、ありますけど、まあ、パイプもあって、うん、棚がね、まあ、ここもあの収納のこう引き出しとかのね棚が入る、なるほど、うん、あ自分で置くことができるそうですね、うん、まあランドリーボックスっていうかあの脱いだやつ入れたりとか、はい、まあ、そういうの、まあ、洗濯直接入れるかもしれない、うんうんうん、まあ、そういうのも置けたりとかカスタマイズできていいですね、そうですね、今日洗濯機がこれ、ね、おしゃれな洗濯機のこれなんでこれを置くんやっていう話ですけど、まあ、一応ここに洗濯機が置かれてガス乾燥機のカンタ君がね入る予定です、なるほど、機能性もバッチリですね、はい、そうですね、でお風呂ここはちょっとシックな色味で、そうちょっとマーブル調のお風呂はねサイズが1621って言ってワンサイズ大きいんですよね、あそうなんですね、こう壁見てもらうとここにこう線が1本2本ってあるんですけど、はい、本来はここまでですお風呂ね、あそうなんですね、イメージ一般的なサイズがね、うーん、そうなんでまあこれだけ広い、なるほど、うん、まあ洗い場が広いっていう感覚ですよね、そうですね、ゆったり使えそうですね、そうそうそう、うん、なんでまあ本当大家族で入ったり、うん、あの奥さんとこうイチャイチャしながら入ったり、はい、まあ、勝手にやってくださいっていう感じですけどゆったりくつろぎ、そうですね、はい、今回クリアップさんのお風呂になります、なるほど、はい、でね、今回初めてかな、天井がこれ黒いんですけど、今までメーカーさんも白しかなかったんですけど、はい、最近結構ね黒を出すようになって、引き締まりますねこの空間が、そう結構最近ちょこちょこね、うん、うん、出ますね、素敵、はい、であのまたここにも壁面収納が、あーすごい、そうここちょっと中段になってるんですけど、広く大きいものも置けますね、そうですね、まあその幅はそんなにないけどね、まあ奥行きは多少あるのでキャリーケースを置いたりとか、あーなるほど、扇風機とかね、そうですね、季節、うん、季節物とかちょっと入るかなっていうのがあります、確かに、はい、でここにも収納が、お収納いっぱいありますね、うん、嬉しいですね、そう隣と奥行き一緒なんでね、45センチあるんで結構入ると思いますよ、すごい、はい、またこれも可動になってるんですね、そうです可動になってますね、全く、ま、同じようにこう両サイドで、はい、まあ、センターで綺麗に分かれてるんでね、使い勝手はすごくいいかなっていうですね、はい、で、はい、そのままこう今あのこの何、あロールスクリーンで隠せるようになってますけど、あのウォークインが部屋から外に出してあります、2.5畳、
ほう、2.5 畳ぐらいかな。ランドリーからも近いですね。まあそのまま干してここへかけるってこともできるしね。便利ですね。そう、便利ですよね。でさっきのこうカウンターがあったと思うけど、洗面にあそこでちょっとしたもの畳んでね、うんうん、まあそこにしまえないものはここを引き出し入れてもらって。なるほど、そうそう、ここにも引き出しをこうご自身で置いていただくっていう、ね、うん、ここにキャリーケースはそういうのも置けるけどね、まあ、そういう感じで結構皆さん使ってます。おー、すごい、はい、ロールスクリーンがあるのもお客さんがいらっしゃるのか。そうね、まあ、よっぽど多分ここまで入ってくるってことはないんですけどね、うん、この奥がこれ寝室なので。あ、なるほど。そうなんですけど、まあね、やっぱりあのちょっと見られたら嫌だっていう場合はね。そうですね、いいですね。で答え出したけど寝室ねすいません、はい。おお、ここもまたちょっと違ったかっこいい感じですね。6畳かな、 6.1 畳。これグリーンだね。そこがいいですね、落ち着いた色味で。これ、あ、明るいめちゃくちゃ明るいですね。だいぶ明るくなったね。そう、でこれちょっと気になるところは、そう、おお、ね、開いてます、ね、穴開いてますけど、そう、奥行けと。ああ、カメラがそっちやなしに向こう行けっていうので、楽しみにしてます。じゃ結構ね、あの何も構成考えなくて、ね、指示だけはね出すっていうね偉そうなカメラマンが、はい、また後であの皆さん映しますんで、どんなやつかっていうのね。楽しみにしてます。でこう玄関入って戻ってきたけど、はい、あの手洗いがすぐあって、うんうんうん、もうここ扉入ってもらうともうすぐこれ LDK が明るい、ね、ここ一気に明るいですね。そうなんです、すごい。で入っていただいてすぐは、まあ、一応こうリビング収納みたいな、リビングダイニング収納みたいな、さっきの外にあった感じで、奥行きはちょっと狭めなんですけど、あのコホートセンターでこう均等に作ってね、はい、あの角棚になってますから使い勝手はね、リビングからすぐのいいですよね。はい、でこれちょっと床が変な風にこう今回見切ってあるんですけど、はい、これなんでかっていうと、まあ、バック収納がちょっとあの横が長めにワンサイズ一つ余分に入ってるんですよね。あ、そうなんですね。そう、冷蔵庫ここに置くもんで、ほんとね、キッチンとしてこう冷蔵庫を入れておきたいんだよね。なるほど。開けた時に、まあ、よっぽど冷蔵庫の前で何かこぼすことはないとはいえ、うん、ちょっといろいろ汚れる可能性があるんで、そうですね、まあ、掃除がしやすいように、まあ、あえてこういうふうにこういう形にしたんですけど、可愛いと思います。めちゃくちゃ素敵です、うん、で今回はね、これね、はい、キッチンはその旦那様ね、ほぼやられるんですよ。で旦那さんが全部選んでます、ほぼ。でキッチンの高さちょっと高めですか。そうで今回のキッチンメーカーさんはウッドワンさんのメーカーで、うん、まあこういう天板とかもね、ちょっとこう何ちょっとかっこいいグレーな感じのね、またマットな感じで、ステンレスとか、そう、人台とかとはまた別でちょっとこういう変わったものに変えられてて、水洗も、うんうん、これちょっと可愛いね、シャワーついてますけど、これ可愛いね。わー、なるほど、うん、やつになって便利な。これまたコンロが四つ口、まあ、そもそもちょっと珍しいんですけど、これも今回まあうち初めて入れたんですけど、陣内さんのやつね、ちょっと触りたくないでしょ、男心をくすぐるとかね、これこう押して回すのか、そう、それでこう回してもらって落とすと、めちゃくちゃかっこいいですね。ね、かっこいいよね。でこれ何がすごくいいかっていうと、これ見てもらうとこう五徳が全部平らなんですよ。なのでちょっとこう鍋ずらしたいっていう時にズルズルってこうできるんでね、なんでこう腰にも負担かかんないし、うん、よく考えられたキッチンですね。扉もまあ木製なんですけど、はい、これウォールナットかな、かっこいいよね。かっこいいですね。木製のね。で、あの底板はステンレスに変えてあって、なるほど、はい、で取っ手は奥さんかな、ちょっと猫足みたいなね。それぞれで選ばれるんですね。そうです、こういうのもね、あのセットじゃなくて、あの取っ手はこれがいいですっていうふうに選べるんですよ、メーカーさん。そう、大体どこのメーカーさんも選べるんですけど、まあ、ちょっとこういうね、あの変わったのもウッドワンさんの特徴かもしれない。うんうん、あとはまあ食洗機がミーレが、はいね、まあ、皆さん見ている方はね知ってみると思うけど、うんうん、まあ、フルオープンタイプっていうこうやつですね。うわ、すごい、そう、便利ですね。でもね、あの大きい鍋なんかも入っちゃうっていうね、うん、この幅がめちゃくちゃ広く感じますね。そうですね、今回ちょっとこう広く取ってますね。あ、ええ、そうなんですね、ええ、全然この、あの余裕で歩けちゃう。すごい、開けても。そうです、そうです、まあ、本来ね、あのハウスメーカーさんとかだと大体80センチぐらいが多いんですよ。はい、そうするともう当たっちゃうんですよこれ。あ、そうですよね。そうなんで、まあ、あのうちの場合だとこう誰かがこう開けててもここで作業してても、まあ、ここ人が通れるぐらいのスペース、まあ、全部空いてても奥までいけちゃいます、うん、そうですね。でこれだけスペース取っても、まあ、リビングはね広さを確保するっていうのと、うん、まあ、広く感じるような設計に心がけてます。すごい素敵ですね。あ、これネイビーが、
おしゃれ、本当だ、おせさまのこだわりの、ね、旦那さんが大好きなね。なるほど、はい、これで奥はパントリーですね。カメラさんも入ってもらった方が、ね、はい、かなりの容量ありますね。まあ最悪ここも何ロールスクリーンつけちゃえば隠すことがねできますね。今ちょっとまだついてないですよね。これ照明もね、お客さんが選ばれる。あ、そうなんですか。かわいいね。へー、回るんかな。で、ね、リビング、ダイニングで 22.7 畳。確かに広いよね。だって31坪あってほぼ平屋で2階ちょこっとしかないっていうところなんで、うんうん、まあ、1階はかなり大きめに作ってあります、うん、で、こっちね、はい、さっきあの主寝室にもう1個ドアがあって、まあ、主寝室にもリビングから来れて、なるほど、まあ、廊下の方からも入れるっていう、こう入り口が2つ今回、うん、ここはあるんですけど、ぐるっと回れるようになってるんですね。そうなんですよ。なんで、まあ、そのままこうリビングの方出てもらって、ここ扉開けてもらうと、ここはね、旦那さんのまあ秘密基地的な書斎的な感じで、あ、さっき寝室で映ってたのはここなんですね。そうですそうです。で、これ何のためにじゃあこれ穴開けてるかっていうと、はい、ここの部屋だけにエアコンつけるのもったいないんですよね。なるほど。まあ、エアコンは主寝室のつくのでつけてもらって、まあ、あとはこうサーキュレーターみたいなやつでこう回してもらって、こっちにもエアコンの涼しい風入れてもらうっていう、そういう感じでこう、まあ、窓みたいなね、開口を設けてるっていう感じですね、うんうんうん、そう、もう結構広いですよね、これね。40センチくらいはあるので、この間もちょうどオープンハウスに来たら、扉の方に背を向けたくないっていう女性の方が見えて、まあ、その方もお家で仕事するんだけど横向きたいって言ってたんですよ、うんうん、そう、なんでそういう意味ではね、こういうだけ使えるでね、まあ、プリンター置いたりパソコン置いて、こうダブルで画面使われる方とかも多いかなと思うので、そう、ね、そう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 、十分置けるスペースがあって、うん、そうだね、僕もね、あのパソコンも老眼でちっちゃいからでっかいの置いてあるけど、そんな感じね。そうですよね。そうですね、はい、でこれソファー、あ、これね、はい、ソファーの、その宣伝するわけじゃないんですけど、うちもアイアンは得意なんですけど、はい、まあ、家具までは作ってないんですよね。あ、そうなんですね。で、鉄家具って言ってこういうアイアンとかでさ、これ足も鉄でできてるんですけど、あ、まあ、こういう会社さんとちょっと今コラボさせてもらってて、はい、そう、でその鉄家具さんからちょっと今回お借りしてるんですけど、あ、そうなんですね。そう、こういうのもね、あのうちでも取り扱いが今できるようになってますんで、かっこいいですね。で、これ今今回黒の革ですけど、ファブリックとかいろいろ選べる色もね。あ、ほんでここカウンターキッチン、すごいですね、こっちでも。そうそう、まあ一応ね、机置いてありますけど、全然ここで住んじゃうよね。すごい。そうで、これこれ嬉しいよね、ちょっと。あ、本当だ、分かりづらい。これは料理でする側でも使えるし、そうそう、ね、カウンター側でも使えるし、こっちでも使えるっていう。で、結構うちここにつけること多いんですけど、はい、今回ここの高さをすごい抑えてるんですよ。で、こっち側につける場合ってここが15センチぐらいどうしても必要になっちゃうんですよ。あ、結構高くなっちゃう、はい、と高いだけでもやっぱりこう目線がちょっとだけ遮られるんで、うん、ちょっとこう圧迫感感じるんですよね。で、低ければ低い方がその広がりを感じられるっていうのがあって、まあ、旦那さんの要望であんまりここを上げたくないっていう。なるほど。で、ここにはつきませんかっていうことで、まあ、つきますよっていうことで、まあ、今回ここにつけさせてもらいました。めちゃくちゃいいですね、はい、で、ここでもね、友達来たらちょっとね、本当ですね、ね、はい、で、これにまあいつも通り、うん、ガラスが、まあ、こっちはもう何もない。なるほど。そう、デザインでね、こっちだけ窓みたいで可愛いですね。そう、こっちはもう掃除しやすいようにガラスのみ。あ、なるほど。出っ張りがないんですね。そう、ちょっとね、うん、で、ここはね、机もないけど電気があるでしょ、うん、これはね、インコ、インコ、インコやったっけな、確かインコやったね、奥さん、オウムやったっけをここで飼われるっていうことで、それ用のスペースが、ペット専用の、はい、これちょっと、いや、ちょっといつもより細身でおしゃれじゃないですか。そうですね、これね、これ見て、これちょっとダイヤモンドの形になってるんですよ、これあえて。わかります、これちょっとなんとなくそう見てもらったらわかります。あ、本当ですね。 この部分だけおしゃれ。そう、じゃあ上行きますか。お願いします。はい、で、こう階段上上がっていただいて、いやいや平屋じゃないじゃないか、まあ2階じゃないかってね。あ、そうですね、確かに。そう思われがちなんだけど、これがまさかの、まさかのまさかの、これどうですか、これ。これお客さんのもんです。もともと設計段階から卓球台を置きたいっていう。なんで今回はまあ、じゃあもう2階専用の場所ってことですね。卓球台専用のスペース。うわー、楽しい、ね。そうなんですよ。で、ここは本棚っぽく見えるんやけど、はい、レコードとかも。なるほど。旦那さんが入れられるみたい
いいですね、うん、これなんかここが空いてるからここでレコード鳴らすと1階とかまで聞こえますよね。まあ卓球の道具もね、今こうちょっとあのラケット置いてあるけど、そういうのもしまえるし、好きなもの飾ったりね。あ、いいですね、うん、でここからこうね、いやすごい開放的。そうなんですよ、景色がすごくねいいし、いいですね、もう本当に明るいし。どうですか、この下とのこのつながりの感覚ね。いや、いいですね、うん、こうチラッと見るとリビングが見えてっていうのもすごい素敵だし、ね、贅沢な、ね、大きいやつありますね、ここに。そうなんやって、これ分かるの、これ大きいダイヤ、ね、大きいダイヤ、ね、そう、こういうのもお客さんと打ち合わせをしながら決めてるんですよ。なるべくそのできないよってことを言いたくない。基本的にね、うちね、あの同じものがほぼないんですよね。素敵。全部お客さんと打ち合わせしてこの手すりの形状とかデザインを決めてるんで。はい、本当思いをギュッと詰めれますね。そうね、うん、めちゃくちゃいい。やっぱりお客さんもね、自分たちでこういう風にお願いしたねっていうのは分かってもらえるんで嬉しいですよね、うんうんうん、大事にしてもらえるっていうのもあるよね。あ、外出れるんですね。あ、そう、すごい、これ高いよね、景色見て。いや、めちゃくちゃいいですね。でも遮るものがない、ね、この高さが。そうで、こっち南なんで、はい、ちょっと天下取ったみたいな感じある。なりますね、殿様気分やね。で、隣もさ、まあ、あるはあるんだけど、一歩後ろなんですよ。へー。そう、ほんで前はここもお家建たないんですよね。あ、なるほど。そう、これ本当はこの、まあ、なんちゅう、このうちのここの敷地あるでしょ、はい、そのままずっとあそこまで地主さんがもしあれたらもらってくれっていう話は、もうここ4件あるんですけど、皆さんにそういう話があったんですよ、はい、ただ後から出たもんで、その話が。うん、なんでもう階段もないし、なるほど、みんなで階段作って降りなあかんくなるし、今度草刈りとかもあるんで、まあ、皆さん断っちゃったもんで。だけどもし本当にこれみんなが同じタイミングで話し始めに不動産屋さんの話が言っとったら、あのじゃあみんなで買った時に、うん、あのちょっとみんなでちょっとお金出さなあかんってフェンス立てて、子供たちがちょっと遊べるスペースとかバーベキュースペースっていうのをやっとけばうまく使えたんやないかなとか。あとはこう降りるところも開発途中でも地主さんがもうあげるもんでって言って入り口みたいなね作っといてあげたらすごく使えたんやなと思うけど、まあまあ広さありますね。そうそう、結構めっちゃ広いでしょ。だもんで、ね、ここもお家も建たないわけ。そっか。でもね、本当に見晴らしがいいっていうか。いや、本当ですね。そうで、今回ね、これガラスもちょっと大きいやつにしてる。あ、そうなんですね。2m40cm って言って、おお、中から見るとさ、吹き抜けになってるもんで分かりづらいんですけど、うん、本来だってこれぐらいなのね、天井が。これとまあこのサッシの高さって一緒なんですよ、今。おー。なんで、もしこれが2階に床があるところだったとすると、もうあの天井まで目いっぱいガラスがあるっていうサイズに変えてるんで、やっぱりその太陽の光入れるっていうのって結構その賛否両論あって、やっぱりその住宅会社さんによっては窓がすごく小さい会社さん今多いんですよ、うん、でなんでかっていうと窓の部分がやっぱり一番その熱効率が悪い。なるほど。そう、やっぱりその寒い時は冷えちゃうし、うん、暑い時は光が入るしっていうのがあるんですけど、はい、でもね、やっぱりその太陽の光をある程度お家の中に入れてもらいたいって、まあ、僕個人の思いと熱射取得っていうのもあって、やっぱり太陽のエネルギーってすごい大きいんですよね。でそれを冬場にお家の中に入れてあげて、お家の中をその熱で温めるっていうこともあるんですよ。いいね。なんで一概に窓をつけた方がダメでよくてっていうことはあんまなくて、そのお客さんの感覚も基本的にもうエアコン全部で、うん、あの生活するから、あの窓いらないっていう人は別に確かにいらないかもしれないけど、うんうん、まあ、この辺のね、田舎の人はやっぱりこう日向ぼっこもしたいし、はい、窓からたくさん光入れたいという方も多いんでね、うんうん、なんでまあうちとしては結構大きい窓つけることが多いんですけど、まあ、その辺もね、お客さんと打ち合わせしながらっていうことができますんで、ぜひ、はいはい、YouTube はこちらですっていう、まだ早いね、はい、はい、じゃあそんな感じでさよなら。お前それちょっとお前あれやでね、俺が振った時にもっとこうちっちゃいなあったら、すいませんとかって言うとかね、もっとこう全然入ってきてくれてもいいんだよね。入ります。そう、俺もだって寂しいやん、だって3人おるんやもん ね、うん、はい、ね、3人でやり取りすれば。そう、僕もちょっと聞いていいですかとか、聞きたいことたくさんありましたけど、全然聞いてくれればいいじゃん、本当。俺は知らんって言うかもしれないし、なんか適当そうな人がやっとるけどしっかりやっとるっていうの、あ、もう結構ね、うん、言われるよそれは。
お客さんも引き渡しちゃった後に友達とかが大工さんとかクロス屋さんが見に来たけど、すごい丁寧に仕事がしたるっていう、めちゃめちゃ嬉しいの俺は。そうなので、まあ現場にもそういうこと言ったら誰が見るかわからん。そうでもお前やっぱり結構筋肉なんやな。では太田ちゃん、次回はまたね、はい、もしぜひあのやってもらえるときはぜひね、はい、であのカメラマンですこれ、ね、ちょっとこうあの服欲な今ちょっとこうなんか姿勢正してますけど、ちょっとこう後ろで引っ張って、嫌ですってそれは。ちょっとね、ああマウイっぽい感じが。じゃあまた次回もね、はい、はい、何、俺の顔見てないからお前求めてくるなよそれって。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録ね、高評価。もうちょっとテンション上げてけよ。高評価お願いします。ぜひよろしくお願いします。また次回もあのお楽しみに、はい、あとセコジレもね、インスタとホームページの方にも、はい、ぜひ載ってますんで、ぜひあの見ていただいて、もぜひあのね家族の方にも遊びに来てください。こんな人間がやってますけど、はい、楽しくあのお家作りには協力できるかなっていうのはありますので、ね、はい、はい、ぜひ会いに来てください、はいはい、ではそういうことでまた次回、はい、お願いします、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら、失礼します。